好のピッチコンディションで迎える一戦となります。実況は西岡明彦、解説には新居浜の星福西崇史さんをお迎えしています。注目の一戦になりそうですね。開幕から3試合が経過し、チームはここまで素晴らしいシーズンを送っていますね。このままならおのずと優勝も見えてくるでしょう。そろそろ中だるみが怖い時期ですから、しっかり集中力を保っていかねばなりません。この試合も手堅く戦ってしっかり勝ち点を確保しておくことが大切です。1点リードにできるか。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。ワイナルドゥム、素晴らしいスルーパス、オフサイドラインを越えてしまっていました。中を確認したい。オレーシュートだ。ゴールが決まった。旗が上がっていますね。ノーゴールです。いい形でゴール前まで持ってきました。これはチャンス。惜しいシーンでしたが、ラインを割ってゴールキックになります。ボールをキープしたまま上がりを待ちます。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。あっとこぼれた。決まるか。ディフェンダーがブロックします。ワイナルドゥム、プレッシャーをかけられます。タックルが決まりましたが、スローインです。サイドからの攻撃を狙います。いいボールを送りたい。さあどうする。タックルでしのいだ。ここは縦をつくでしょうか。ファーにクロスが入った。このコーナーで同点に追いつけるか。これはあるか。このヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。このロブパスはよくスペースが見えていました。ボールをサイドへ展開します。ボールがラインを割ってゴールキックです。走り込んだ味方に合わせました。ディフェンダーがここで食い止める。マイナスのクロス。ピンチを出します。スローイン。これはどうしましたか。相手にスローインを投げてしまいました。サイドへパスを出します。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。カウンターのチャンス、仕留められるか。周りをよく見ています。この攻撃は実を結びません。ボールはサイドの選手へ。サイドでボールを奪われました。これは相手にパスしてしまいました。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。ロブで裏を狙います。
見事なタックルです。ワイナルドゥム、マーカーを抜いた。うまく読んでいましたね。これはオフサイドです。チャンスでしたが飛び出しが早すぎましたね。ここでボールを失います。アンラッキー、ボールは相手に渡ります。味方にパスを出します。クロスはディフェンスが阻止。このパスはカットされます。サイドへパスを出します。ここからどうするのか。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。サイドを変えます。ここはボールがラインを割りました。どうしましたか。スローインでしたが味方につなげません。どうしたんでしょうか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。クロスを出せるか。パスが通りません。どうやらサイドをつけそうです。見事なテクニックで突破してきました。よく止めましたがここはプレーを切りたい。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、前半は後半45分、キックオフです。いいところを見ていました。フリーキックから試合が再開します。ディフェンスが冷静に対応。ボールをサイドへ振りました。すぐ攻撃に切り替えたい。ここで決められるか。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。クリアして危機を出しました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。しっかりついてクロスをブロック。見事なブロックです。相手陣内でインターセプト。サイドに展開します。ドリブルで持ち込んでいます。PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。落ち着いてペナルティーキックを決めました。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ペナルティーエリアで選手が倒されましたが審判の笛は鳴りませんでした。サポーターは判定に納得していないようですね。
ワイナルドゥム、このボールはクリア、この位置でカットした、前に進んでいます、折り返せるか、クロスは許しません、このボールは外に出てスローインでの再開となります、パスをサイドに送ります、ここからどうするのか、これはキーパーが飛びついて止めた、いいタイミングで飛び込みましたね、コーナーキックです、これはチャンスだ、ここは大きく蹴り出しました、ピンチを免れました、カットされます、ディフェンダーが読んでいました、ボールはサイドの選手へ、中の選手にクロスを入れた、キーパーに近すぎました、クロスにはしっかりついている、上げさせない、ワイナルドゥム、クロスを狙ってきますか、タックルでプレーを切りました、スローインです、中央にクロス、あっとボールを奪われます、サイドから攻撃でしょうか、ボールを回して味方の上がりを待ちます、果敢に仕掛けてボールを奪いました、さあここでプレスを受ける、仕掛けてきました、チャンスになりそうです、決まった、ゴール、ゴール、豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました、リプレイを見てみましょう、精度の高いクロスでしたね、最後はボレーでしたね、折り返したボールがちょうどいいところに飛んできました、それにしても豪快なシュートです、さあ攻撃を作ります、攻撃の中心です、このパスはカットされます、これはゴールキックになります、サイドのスペースを使います、クロスを中央に入れた、これはキーパーのファインセーブ、決定機を阻止しました、目の前で打たれたし、素晴らしいヘディングです、試合も終盤に差し掛かっています、逆転は厳しいかもしれません、サイドにスペースがあります、サイドでの攻防はボールを奪い返します、これはスローインになります、笛は鳴らない、アドバンテージを取りました、ボールがこぼれる、ここは力のないシュート、簡単にさばけます、今のパスで完全に崩しました、ディフェンスの見事なブロックです、いい位置です、このシュートはわずかに枠をそれました、力を抜いたいいシュートでしたが少し運がなかったですね、試合終了です、ホームチームが勝利を収めました。
試合を終始コントロールしての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できていました。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。